姉ちゃん、母さんが呼んで。ちょっとバカよしはる、開けるんならノックしなさいよね。何度も言ってるでしょ。なんだよ、そんなに怒ること。ボソボソ喋って鬱陶しい。見ろよヨシハル、3年女子次体育みたいだぞ。あの子かわいいな。ああほら、あのヘアバンドしてる子。ああ胸も大きいよな。あれ俺の姉貴。やっぱ他のやつから見ても可愛いんだな。姉ちゃん、春には家を出ちゃうんだよな。おい、おいってば。俺の話聞いてた？悪い。姉ちゃん、姉ちゃん。なんか用？ちょっといい？何？あのさ。何よ。軽く聞き流してほしいんだけどさ。だから何よ。クラスのやつにさ、頼まれたんだけどさ。何を？そいつが姉ちゃんのファンらしくて紹介してくれって。はあ、何よそれ。ダメならメアドだけでもって。嫌に決まってるでしょ。そうだよな。分かった、適当に理由つけて断っとく。ヨシハル、あんたそういうのいいわけ？俺もこういうやり方はあまり好きじゃなかったし。じゃあ最初からこんな話持ってこないでよ。何よ。姉ちゃんは前から俺のことを避けてるよな。何よ、話しなさいよ。ね、姉ちゃんは彼氏とかいないんだよな。ちょっとあんた喧嘩売ってるの？悪かったわね。春になったら姉ちゃん家を出て一人暮らしするんだろう。今のまんまだとそれっきり会えなくなって後悔しそうだから。だからその前に、今よりもっと距離が空いちゃうかもしれないけど。俺、姉ちゃんが好きだ。このバカ、いきなりそんなこと言うなんて反則じゃないのよ。このバカ。いきなりそんなこと言うなんて反則じゃないの。言ったでしょ、後で殴るって。姉ちゃん。私だって春からの一人暮らしだって、ヨシハルから離れるために。ヨシハルは突っぱねても突っぱねても来るから。だから吉原のバカ。あ、え、急でびっくりさせちゃったのは悪かったなって思ってるけどさ。でも
やだ、ちょっと。今正直にならなかったら姉ちゃんに本当の気持ちを伝えられなかったと思うんだ。それよりあんたどっから私のことを見てたのよ。よし、ハル、怒らないから言ってみなさい。手離しなさいよ、ヨシハル。その早く言いなさい。ね、姉ちゃんが俺の名前言いながら股間をいじってるところから。私、ヨシハルのことは…これ以上、ヨシハルの暴走に付き合ってられない。できるだけ顔を合わせないようにしないと。いきなりそんなこと言うなんて、反則じゃないの。春までなんとか切り抜けて、それで普通の兄弟に。サナー、サーナ、サーナってば、サーナ。え、何？弟くんがお弁当持ってきてるよ。え、ゲ。私頼んでないんだけど。いや、母さんに頼まれたから。姉ちゃんが早くに投稿しちゃったから、その後で作ったんだよ。目を合わせちゃダメ。またあの時のことを思い出しちゃうから。あ、また手を。姉ちゃん、後で話したいことがあってさ。昼休みにいいかな。はあ？バカじゃないの？そんな震え声でって、下心が見え見えだし、私がのこのこ行くと思ってるの？ヨシハルの手のひら、汗で湿ってる。気持ちいいかも。あ、痛い。サーナ、弟くんにもうちょい優しくしてあげたら。なんてことがあったのに、来ちゃった。姉ちゃん、ちょっと痛い。こら、痛いってば。振りほどけない。いつの間にこんな力が強くなったのよ。ヨシハル、あんたね。今日もただ弁当を届けるだけのつもりだったんだ。でも姉ちゃんの顔見たら。だからって学校で。もう童貞捨てたばかりだからってがっつきすぎだって。でも
メ、ダメなんだから。ちょっと待って、痛い痛い。そんなに言うんだったらさ、その痛い、なんで苦かった、まずい、ごめん。はあ、吉原の言葉があんなに嬉しいなんて。ダメだな、私。サナ、サナ、サナってば。あ、何？弟くんが大工中に。ヨシハル、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 何やってんの？だって、いや、貧血で倒れただけだよ、弟くん。え？よしはるのバカ！私を無駄に心配させた罰よ。それぐらい心配してくれたんだ。悔しいけど。授業に戻るわ。体調管理には気をつけなさいね。あ、ちょっと。姉ちゃんの匂い、好き。やっぱ。やっぱ何よ。姉ちゃん綺麗だなって。バカ。だいたいなんで貧血で倒れたりなんかしたのよ。バイトが忙しくて。はあ、学生の本分は勉強よ。それは分かってるけど。何か理由があるなら言いなさいよ。あのさ。ん？やっぱり春から一人暮らしするんだよな。うん。俺も家を出ようと思って。なんで？姉ちゃんの近くに住みたいから。ヨシハル、何言ってくれちゃってるの。ダメ、嬉しさが隠しきれない。すごいキュッとしちゃう。吉原、引っ越し先どこだか知ってる？でも、え？隣駅の近くよ。どこだと思ってたの？近い。あ、まだ大好きなんて言ってあげない。だって可愛くてムカつくんだもん。